え、はい、皆さん、おはようございます。ますえー、二千二十年向け、社会保険労務士合格。えー、スイングバイセミナー。きょ、今回がツールボックス編の第一回目ということで、社会保障制度の意義と遠隔ということで、これから、えー、講義の方スタートしてまいります。えー、今回から、あの、いよいよスタートということになりましたけれども。スイングバイセミナー、えー、今回から、えー 全国全としってもね数か所ですけれども中継の方も同時中継で飛んでおりますのでこれから仙台や広島、それから名古屋ですね皆さんと一緒にね学習をしていきたいというふうに思います昨日現在だったかなちょっと確認させてもらったら96名の方がね今、事故を申し込んでおられまして今日は梅田の方もたくさんねご来校いただきまして本当にありがとうございます。ぜひ来年の オリンピックイヤーとということもありますしね私が合格したのオリンピックイヤーなんですけどね一番なんかこう勉強ペース乱れやすいんですけど皆さんが乱れやすいということはそこをうまく使えばですね隙間ができるということになるんじゃないかと思うんですね僕はシドニーオリンピックの時だったんですけどね、まあ、その他ね今日はまあ広島の方も中継飛んでますけど九州から高速バスね通っててその高速バスちょっと若い人に乗っ取られてねバス あの早朝だったかな。 あれ機動隊っていうのかなそれ入ってこう救出するだとかねすごい事件があったり、まあ、あの和歌山の方では、えー、いろんなあの毒物カレー入りあのカレーのねあんな事件があったりとかそんな事件とか、まあ、ちょうど勉強している頃、えー、大きな事件とかあってですねやっぱりこ,こっちでテレビを見ながら勉強というようなことになったりとかオリンピックなんかやっぱ聞いそらたりとかするんですけれども、えー、やっぱりねそこでそれてしまいますとなかなか最後集中が欠けてしまうということになりますのでね皆さんうまいことそこ あたりを工夫をして勉強の方ね励んでいただきたいと思いますではまず今日の講義内容を確認しておきますと第一回目ということでテキストの方はこちらのツールボックス園の一位ですね ピンクと言いますか赤と言いますか、えー、モニターによって色が全然違うものですから何とも言えないんですけれどもこちらのね少なくとも黄色ではないだろうと思うんですけれども、えー、こちらのテキストツールボックス編の1を使っていきます、えー、もうこのゼミのね一番の、えー、力入れているところの一つなんですが社会保障制度の意義っていうところをまず考えるところから始めていきます、えー、社会保障制度の意義内容特徴機能もうこれらはいつでもセミナータイトルとして皆さんね使えるようにねあの内容を理解をしてお いいてくださいねもうあの試験合格するっていうのも当然のことなんですけど使うというところ常に前提にねおきたいと思いますんでねえそしてこれらの意義が分かったところでその裏付けです裏付け厚生労働白書にまさにそのことがたくさん書いてありますえ特に今回取り扱うテーマはここ10年間で3回4回ですか取り上げられているような内容ということになりますえ厚生労働白書による社会保障制度の検証ということで学習をしてまいります。 新たな学習の第一歩は社会保障制度の意義の理解からですということで複数年分の厚生労働白書を使いまして法令の制定、改正の背景などを知っていただきまして近年の社会保障の動向をね把握して今後の学習に役立てていただきたいということですね。 はい、このコンセプトでねもうそろそろ10年近く経ってきましたけれども、えー、過去のまあ受講生さんの中には、えー、今回のこのツールボックス12の内容についてはですねもういつでもセミナーできますと工藤先生のコピーをしましたという方が過去何人もおられますもう大いに結構でございましてですね、えー、社内で研修なんかされた方も、えー、多数おられます。 ちょうど今週はあの東京の方行って久々にエルタワーの方で2日間講義をしてきたんですけれどもまあその中にあの去年の合格をされた方なんかも来てくれてたんですけれどもねまあガイダンスなんかもそう夜あったりとかしたんですけれども,もうまさにねこのツールボックスがすごく良かったということを評価していただいてますしまたあの今後学習始められる方に対してまあその方からのアドバイスというところでね、あのー ツールボックス編のまあこの後二というところ入ってきますけどねこのあたりをしっかりやっておいていただければもう全科目の共通時間だと保険寄付以外はほぼ網羅されておりますので非常にそのあたりを、ね、評価していただいたというようなね、えー、感じですのでもう このツールボックスという前8回でしたっけこちらの方にね私も相当力を入れておりますので皆さんもここでしっかりと押さえていただいて今後のスイング倍変の方給付等に集中できるようにねしていただけたらいいのかなというふうふに思います。まあ、あの勉強をするペースととといいうところでいくとね昨日もたまたままあの 南波校の方で合格コースの方だったんですけど、まあ、ちょっと複数年受験されている方なんだけれども法、えーまあ、試験においての、ね、点数が40点以上伸びないというような方から、まあ、勉強の方法どうすればいいのかというようなご質問もちょっと、えー、いただいたんですけれども、まあ、私もその方よく知っている方だったんですけどねずば、まあ、りもう私もうストレートに言いますからあの言ったんですけど「教材多すすぎるっって言ったんですよもうあれだこれだ何とかレジだ」とか言ってもういっぱい鍵集めてたりとかね。 されてたりとかするのよく知ってたんでもうやっぱり合格される方の基本っていうのは教材少ないんですよ。うん もうどのテキスト見たって書いてあることは一緒まとめ方が違うだけなんですよね、まあ、そういうねレジュメが欲しいんだったら欲しいで構わないんだけど自分でまとめるぐらいにしないとだめなんですよ人が作ったものは頭に入ってこないから、えー、まずはこのテキストと、えー、うちのクラスでいけばアーカイブこれを集中していただくっていうことがね重要かと思うんですね、まあ、その他の勉強ペースとして、まあ、合格講座なんかだったら老朽法からずっと入っていて年金後になると、まあ、こういった時も年金とかもしっかりやった方がいいかというような質問を受けたんですけれど もう,もう私の場合はもうむしろそれはねもう否定をさせていただいたんですね要するに複数年間やって、えー、なかなかね基,礎基本レベルから抜け出せないつまり40点台の方にね乗ってこないということは基本がやっぱりできてないということだと思うんですよね。基本ができていないということは今ここをやっているときに例えば労働基準法をやってるときに年金なんかやっても労働基準法が結局、えー、ね置き去りになっているというか完成されてないという可能性が出てくるんですね。小学の方だっったらちょっと無理かもしれ あの初学の、ね、一発合格の方なんかでも年金なんかした直前になって初めて見てそれでまあ合格する人はするわけです今が年金やらなくても多分大丈夫だろううと思うんですよねだからまあその方には、えー、各科目まずは労働基準法からスタートするんであればそれをしっかりやりながらその次に、えー、安永労災とか科目が増えるんだけどその、えー、リアルでやってる例えばリアルで雇用保険やっているんだったらそれをしっかりやりつつ今やってきたことを 何回も復習をしながらねやっていくっていうことであんまりもう前を見,、えー、見ないでくださいっていうことをちょっと申し上げたんですあの基本がね、えー、ちょっと薄いなということで散らばるんだったら確実に固めていくということの方がね重要だと思ったんですね。でじゃあ あのスイングバイの方はどうなのかっていうとこちらは最初にあのそのツールボックスということでも科目を外して賃金報酬の定義だとかいろんな通則事項をやっていきますので最初に全科目の基本地固めをやっていきますので皆さんはえ例えば ツールボックスが終わった後に健康保険法等入っていくわけなんですけれどもその健康保険法をやりつつ常にツールボックスなんかを見ていくというような形ねそれから年金に行きますよとそうすると年金の給付等をやりながらツールボックスや健康保険の、まあ、特に給付の部分ですよね。 ツールボックスで健康保険の前と後ろの方はもうほぼ終わってますから要は中身だけなんですよねえそういったところを復習していくという形で、まあ、あんまりこう先々行くより地固めをどんどんやっていくと皆さんはえその方にもね昨日の方にも申し上げたんですけど確かに年金はやって構わないんですよとや,やっちゃいけないということは僕は全く言わないんだけれどもそちらにのめり込む傾向がある方はやめといた方がいいというようなイメージなんですけれどもね。あのまあ、感覚的にに、忘れない程度に 時々、えー、気分転換でででやったらいかがですかがすすそうです気分転換という形でやりましょうというような、ね、ちょっとお話を、えー、したところなんですね。そんなにね慌ててねこっちだあっちだってやってこっちが足元が固まらないって言うんだったら始まりませんからねだからまあ皆さんの方もですね、えー、皆さんの場合は今度は逆にねそのやっぱり一番時間かかるところで年金を先行させておりますのでねそういった意味ではあの 年金とか入ってきた時きじっくり年金と取り組んでくださいはいあのでまあ、人それぞれちょっと感覚は違うのかもしれませんけどいやどう考えたってね老期法とかも最後ねババっと詰め込めば十分間に合うはずなんですよ十分間に合うはずね年金とかなかなかそうはいかないからやっぱりちょっと時間をかけるね必要性があろうかと思いますのでねまあ、あの勉強ペース、えー、これからね乱さないようにやっていっていただきたいというふうに、えー、思います、えー、ではこれから。 テキストの方ですけれどもこちらのテキストちょっと開けていただきましてまず、目次ですね見ていただきますとこのテキストではまず社会保障制度の意義っていうのをこれからちょっと、えー、30分ぐらいか,なかけてやりましてそれから早速、白書に入っていくんですけれども第2節ですね。 えー、この白書については多くの方々が、あのーまあ、試験直前期に、ね、その年その年のものを勉強するというところがあるかと思うんですけど試験に出る、出ないを別として、ね、この白書に書いてある内容というところを、えー、ベースが分かっていればです、ね、今後の学習に非常に役に立つんですね法改正事項なんかは特にそうなんですけれどなぜそうなってきたかということですね、えー、これを下地にしてもうとにかく、ね、試験に合格するためだけの勉強じゃだめなんですよね。えー 消化した後も使うためにはきちっとその出る出ない別として、えー、社会保障というのは一体どういうことなのかというところをね抑えていただくと「でえー、まあローマは日にしてならず」とかいう言葉があるようですけれども白書もね、えー、直前期のね 2, 日でででは絶対なできないんですよ正直言ってあれも消化ゲームやってるだけやった感だけですがねだって今年皆さん平成29年の白書勉強してるはずなんですよ多分7月ぐらいにどんなこと書いてありましたタイトルさえも思いい出せないと あのタイトルが何だったか思い出せないということは全く記憶に残らないということは何にも役に立たなかったということじゃないんですかということなんですよねもう僕らはやっぱり結果を求めていかないといけないんですよもう皆さんも複数回受験だろうと思いますんでねやっぱり今日は何をやろうじゃなくて何を克服するんだ何を抑えるんだっていうね、えー、それをね目標にしてもらいたいわけですねそうするとまず白書という、まあ、他もそうですけど全体を外観しながら えー、大体どういうストーリーで出来上がっているのかというところをまず枠組み取るわけですね、そしてその中で、えー、共通のところ、違うところを見ていくと、そうすると白書にも同じことが言えると、先ほど言ったように厚生労働白書というのは厚生労働省が、ね、の職員さんがこの1年間、我々はこんな取り組みをしてこんなことをしたんだということを政府に、えー、報告をするわけですよね。 自分たちで自己評価表を出していいるという形ですですから内容の是非については合格した後はは、ね、いろいろ論評を加えてもらえばいいと思うんですけどとりあえず受講生の時はそれをそのままね受け入れていただくとやっぱり多岐にわたる分野を厚生労働省を、ね、もうそろそろ解体しようかというあの話がもう自民党の方とか特に準備がであのスタートしているようですけれども。 たくさんんのの範囲のことをやっているんですねですから常にこの社会保障とは何なのかに戻ってくるわけですわ例えばこのそのね流れを抑えてほしいとこれから私が話していくストーリーというのは スタートラインが平成20年度版の厚生労働白書にありますこれは何かっていうと第一節で学習した社会保障制度の意義の裏付けです厚生労働白書では第一節をこう表現しているよということを確認しますえ次に平成21年なんですが実を言うと2年連続同じのような内容のものでしたからも割愛しております私的には20年の方が内容がいいなと思ったから20年を残しているだけですえそして22年版ではどういうことになったかっていうと その次の年を睨んでいるんですねその次の年というのは平成23年ということになるんですが平成23年というのは国民解放権解年金がスタートした昭和36年からちょうど50年を迎えようとしていたわけなんですね、えー、その半世紀を目の前にして平成22年版では今までの社会保障はこんな感じだったばらまき だだったんだとじゃあ今後は社会保障の役割を再定義すべきではないかという投げかけをしたのが平成22年なんですね。えそして 平成23年では特に新しいことということではなく振り返り返です先ほど言ったようにこの50年間はどのような歩みをしてきたのかということで、えー、これまでの経緯ですね国民皆年金とか解放権に至るまでの経緯が書いてあるということですね、まあ、ただ、えー、大人の話というところで申し上げると、えー、なかなか表には出せないところは割愛をしてありますあの講義の中では時々お話しすることあるんですけれども、えー 厚生年金保険法の、えー、そのそい立ちみたいな、ね、ことを書いたある書籍があるんですけれども、まあ、それなんかを見るともうリアル戦争のことが書いてあって当時その厚生労働,あの厚生労働えじゃないあの厚生年金保険ですねタイトルがね厚生年金保険法回顧録というものなんですけれどもこれを作った人たちがね、まあ、当時の。 戦争の軍部とかの圧力もあったのかもしれませんけれども、まあ、戦争に勝てば何とかなるだろうぐらいの話でねもしお金保険料を預かったところで使うのはずっと先だしみたいなこういう勢いで作ったってことが書かれていてあまりにも生々しいもんですから当時の社会保険庁が全札買い取りをして。 えもう廃墟というような形でね、これ、国立国会図書館しか残ってないというような感じです。ぜひ一度ね、皆さんもえ東京ですけど行ってね、見てみると勉強になるんじゃないかと思うんですけどね、まあ、そういったところまではね、省略はされておりますけれども、 いろんなジャンルのこ、ね、こことをここで振り返っていいるというこ,とです、ねでまあ、この中でも特に第1節と第2節が重要ですね第3節のこれからというのはもう今のリアルの白書に置き換えてもらえばいいのかなというふうに、えー、思っているところです、えー、そして次に平成24年第4巻ですね社会保障を考えるということでこちら平成23年1年間お休みをしました今後ね。 社会保障どうやっていくかっていうのをお休みをしましたで24年では先ほどの22年の再構築ですねポジティブウェルフェアっていうんですけれどもこれを受けて、えー、新たにこういうふうにやっていくべきじゃないかという具体性を示したのが平成24年ということになりますということですねまあそれによると大枠を申し上げておくならば 今ま、平成22年でね今までの社会保障例えば失業している人には失業保険金を渡してそれでおしまいだったんですよ就職させるっいうことが本来は大事なところがそうじゃなかったわけですね、その時その時のせ生活費で基本手当で消えていってと、とそうじゃないんだと中には、えー、だんだんと、えー、あの失業保険ですね、基本手当もも,うもらいきっちゃって何も入って。 お金がが入っっててこないで就職決まってないい就職決まとそうするとそういった失業というものをきっかけに外へ外へと追いやられるということで社会的排除が起こ,起こってきていたわけですねそれをですねこの平成24年版では雇用保険の非保険者ではないんだけれども今非保険者が払っている保険料をもとでにですねその人たちに職業訓練やいろんな生活を 補助をすることによって少しずつねトランポリンの勢いをつけるようにうち、えー、へうちへと戻ってきてもらおうというようなね社会的包摂の考え方に立った社会保障制度であるべきじゃないかということを論ずるわけなんですね今、これがだいぶ形になってきているという形ですね今も、えーまあ、年金等も含めてですね、えー、保険料を払っている人じゃないと受けられないという仕組みではなくなってきつつあるということです。 本なんかの制度なんかもそうだと思うんですけどもね、えー、親身にその人たちに寄り添って、えー、こちらの支えて側に回るという方向性にねずいぶん変えてきたということですねこれを提唱したのは平成24年版ということですね。252627については、えー、同じような社会保障関係があったりだとかだったんでも省略をしておりまして。で平成28年版では これも大体同じ10年サイクルぐらいなんですが高齢化をテーマにしたのが平成29年版では、えー、同じく社会保障についてなんですけれどもここでも、ね、社会保障とは社会保障の役割と機能ということでほらまた同じテーマを持ち込むわけなんですね。 で、えー、その中でね特に、あのーまあ、損得関係というのはよく、あのー、保険関係では言われたりとかするわけですね、えー、そういう損得関係であったりだとかあるいはあのー、この失業者対策としていっぱいお金を出したりとかするのが経済に与える影響にどうなのかと。 まあ確かに、えー、いろんなお金とを出すということは悪い話ではないんですけれどもお金がもらえるということは働こうという気にならないと違いますとかいうことでねいろんな経済学者のね、えー、考え方っていうのを紹介をしたりとかして、えー、経済的にマクロ的にねどうなんだろうかということを検証したのは29年ですここを去年あ去年じゃない、えー、皆さんね今年の夏あたりに勉強してたはずなんですよねはいそして次なんですがあの前回のキックオフのねあの決起集会の時 から私申しし上げておりましたけれども、まあ、特にあの私の講座何回か受講された方についてはですね、えー、この平成20年とかその辺のところはもうストーリー性は大体分かっているでしょうと思っております、えー、むしろですねこちらの平成30年版を目を通しておいてほしいということを申し上げました、えー、具体的な講義の中では特に時間の関係上取り上げないんですけれども真まかなね。えー 項目を取り上げるというような形になるんですけれどもこちらについては多分来年の試験ではもう出ないだろうと思っているんですよね順調にいけば平成31年、まあ、令和元年度版が出てくるからということなんですけれどもこの10年間とかの白書をずっとやっていけば同じことがずっと書いてあるということが分かるんですよ、これも平成31年版と思っちゃえばいいわけです。多分、えー 来年になると話はちょっとわかりませんけれども去年と今年を比べた場合、えー中 米中の経済摩擦とかいろいろ起こってますけど今のところ日本はそこまでは来てません少しずつ失業率あの求人倍率とか落ちてきたりとかしてますけれどもそんな点と違うひっくり返るほどの数字変更はないと思いますのでこちらを押さえていただければ今の流れが見えてきますそのほか法改正についても今いろんな厚生労働省の審議会で、えー、課題になっていることはあるんですけどもう来年の通常国会に上げるのがもう精一杯ということでとても試験には間に合うような内容ではないわけなんですね。 ですからこの30年版白書を勉強するということは令和元年白書の下地ができるんだというふうに、ね、思っていただいたらいいと思います、まあ、この中でもね第2節の3番のところですが今年の試験なんかでも私、相当強調してたところです、ね、治療と仕事の両立支援の取り組みということですねこういったところがねもう今の時代の流れになってきているもうばらまきではないんだということですよね。 治療をしながらでも頑頭になってもですね働き続けることができる、えー、仕組みということですよね、これが安倍さんが言う一億総活躍社会というやつなんです、その1つです、病気の人もねちゃんとこういうね仕事とかをできて社会参加をしていくことができるようなものということですね。はいまあ、このののような形でで講義の方を進めてままいりますので、えー 皆さんもしっかりと社会保障の基本をね作っていただきたいと思います。では第一編社会保障制度ということで第一章ですね。はい、じゃあここに書いてある内容ねまず学習の狙いっていうところをまず最初にしっかりとね、えー、刻んでいただきたいと思います。 社会保険労務士試験では社会保障制度の意義に関する問題が出題されることがあるとたとえ具体的な保険給付の内容について一生懸命勉強していたとしてもこれらの保険給付の立法の根幹となる社会保障制度の意義についての理解ができていなければその答えに窮してしまうことになるとそもそも社会保険労務士は社会保障制度に携わる事務を業としているわけであるから試験に出題されるかどうかにかかわらず社会保障制度とは何なのかということをしっかり理解しておかなければならないことは もとより社会保障制度の理解を深めることによって今後、学習する各保険法の保険給付等の理解がスムーズとなると新たな学習の第一歩として社会保障制度の根幹について理解を深めていきたいというふうに学習の狙いを置いております改めて、ね、あの何度か私の講義を受けたことのある人もこの文章をか、ね、みしめていただきたいなという,ふうに、えー、思います。 でまあ、ま,あまさにここにあるように、ね、我々、この社会保障制度に関わる仕事をしているということなんですけれども、えー、社会保障制度とは一体何なのかといったら相当多岐にわたるわけですけれども、えー、まあ大きく5つのジャンルには分かれるわけですがまず最初に皆さんにえ聞いてみたいんですけれども我が国の社会保障に充てるえ金額必要な金額どのぐらいでしょうか1年間で。 1> 1年間でどのぐらいでしょうかよくテレビとか見てるとね、まあ、あのいろんな報道番組なんかでもそうですけれどもいろいろ日本の国家予算が発表されましたよなんて言った時にね解説者がいて流暢に数字使ってしゃべりますよね年金の話なんかの時にねそこに社会保険労務士の姿はないですねコメンテーターとしてね。 ここが弱いところかなと。下手すると FP さんが出てきたりとかねしますけどね。個人向けの方がこう現れたりとか、えー、しますけどね。覚えやすい数字ですね。去年のゼミの受講生の数は何だったでしょうか。<laughs> 先週言いましたけどね。<laughs> 分かりやすい数字。パチンコする人いませんか。<laughs> もうそこまで言ったら分かるんじゃないか。 <laughs> 123兆円ということですね、123兆円ということですよね、でえーまあ、あの国民総所,所得っていうのがね、間違えるといけないんで、今、手元にね、数字、メモを置いてるんですけど、423兆円ということで、えー、国民所,所得の423兆円のうち 29.、29.28%ですから3、3割、三割がこの社会保障で消えていきますよということなんですよね。も、えー、くくも皆さんがららっておられる給料 ありますねそこから社会保険引かれるんですけどおおむね大体3割ぐらいが消えていってるということですよねこんな感じで大体いい大気・小気で、えー、この枠を作っていってほしいわけですねで、えー、この社会保障の一番の、えー、このお金を使うものとしましては年金・医療をその他っていうのがあるんですけれども年金と医療どっちが多いでしょうか今現在 年金と医療へへへこれ選択肢かなんかで出る可能性は十分ありますよねその額が何兆円でありとか言ってこれ一回出てるんじゃないかなと思うんですけどね医療と年金関係ですけどね要するに少子高齢化ということで多くの方々が。 当たり前の話ですが通常でいけば普通に年を取られるわけですよねで年金をもらうということですよねですから年金が一番上ですここもねもしこういうのが出ていや先生間違って医療費入れちゃいましたっつったら僕絶対言いますよそうすると僕の顔を、ね、ぶん殴りたくなると思いますそんな医療費が高かったら日本人はみんな病人だらけかいなっ,って僕は言うと思いますわ そうでしょ医療費がそんな高かったら病人だらけってことじゃないですか皆さん今日は半分欠席しないとおかしいぐらいの状況ですよ <laughs> そんなになってたらね。うん、健康で 老後をを迎えて皆さんん年金をもらうっていううととといい方ほどことですわねですから当然年金の世界においても老齢年金が一番多いわけですわこれ障害年金がほとんどといったら日本じゃ一体どうなったんだという話になりますよね何が国民なんちゃらかんちゃらだとかね最先端医療やってんだというような形になるわけですよね、はいでまあ、2019年の予算ベースでいきますと年金が56.9兆円というような形ですので、まあ、57兆円でいいんじゃないでしょうかね。 まあもっととと言言うううならば60兆円近くといいいい方でいいと思うんで思んすよねで医療の方が39.6ですから40兆円ぐらい分かりやすい数字じゃないですか2つ合わせて100兆円だよねということで6対4ですよ6対4どっちがどっちだったっけって忘れた場合には例の6対4といえばですね九州の方の割り方ということになりますよね6・4の割りということでですねただ東京と、ね、九州では違いますからね東京の方は4が 多分焼酎じゃないかと思うんですよ、ね、6がお湯あ九州行ってそんなこと言ったらお,お湯飲みに来たんじゃねえぞとか言って言われてしまいそうですけどね。でその他が27.2ということなんですけれどもまあまあ大体30兆円近くということあなりうがけですけれどもその他ということで白書のなんかを見てみると介護ですねこちらがぐーんと追ってきているというような形になります。 えですから、もうこれこれらのえ予算ですね、すごい予算で、この社会保障費がえ組まれているわけですけれども、そのほとんどがね社労士と何らかの関わり合いのあるものばかりということになりますので、心してやっぱり勉強していかないといけない、そういう世界で僕らは仕事をするんだということを抑えてください。では、第1節、この節では社会保障制度の概要、外観をしていきます。社会保障制度にについいいててはは単に困っっるる人を助けるといったことばかりではなく 我が国社会の経済との関係においても密接な関係がありこのことは後継する厚生労働白書の中においてもたびたび取り上げられているということね特に皆さんが昨年あのこの、えー、夏に勉強された平成29年白書なんて言ったらここに、えー、ピケティさんとかね これを言えば思い出していただけるかな、えー、そういったような経済学者等の意見等まで取り上げているわけですここで社会保障制度についてその意義や内容特徴や機能といった視点で、えー、要点を整理していこうということです。 まず、社会保障制度の意義から確認したいんですが、この意義は今のところ我が国のグローバルスタンダードということです。昭和25年に総理大臣の諮問機関である、当時は社会保障制度審議会が、えー、ありました。これが公表した社会保障制度に関する勧告です。内閣総理大臣に対して社会保あの、憲法25条において社会保障のね、えー、この、 国は責任を持って行うことが書いてあるんだけれどもどういうことだろうかと具体的にはどのようなことをすべきなのかと行政としてねあるいは立法府としてどのううようなことをしていかないといけないんだろうかということを問うわけなんですねそのアンサーとしてこういう答えが返ってきたと皆さん審議されて相当な人数だったんですけどねこれ。社会保障制度とは疾病 不分娩排出今ででう障害のことです死亡、老齢、失業、他死、その他困窮の原因に対し保険的方法または直接公の負担において経済保障の道を講じここで言う保障という漢字は経済を守るということですね。 えー、経済保障の道を講じ生活困窮に陥った者に対してもう落ちちゃった人については国家扶助によって最低生活を保障するとともに公衆衛生および社会福祉の向上を図りもって全ての国民が 文化的社会の成因たるに値する生活を営むことができるようにすることを言うんだというふうに定義をしたわけなんですねまあこの大元になったのはイギリスのね、えー、チャーチルさんがお願いしたビバリッジ報告等になぞらえているんですけどこのようなね、えー、ことが あの勧告をされこれが今の社会保障制度の制度設計の根幹になってきているということねただ、えー、今の反省点というところでいくとまあ負傷とか疾病関係についてね医療保険を中心として、えー、かなり力を入れてきたあそのほか死亡・老齢 とというようよなことでえ年金関係も力を入れてきましたよと、えー、失業関係も、まあ、これはよくばらまきと言われた方なんですけれども、まあ、お金出してきたよとところが、他市だとか、ね、その他の困窮に関してはなかなかこの辺が言っていない特に今の内閣が言っているのは全世代型と言っているわけなんですが子育て世代の方に社会保障が回らないというような、ね、問題点等を抱えて今にて至っているわけですね。 2番、社会保障の内容です社会保障は社会保険、公的扶助、公衆衛生及び医療、社会福祉の4つに対別できる,できると、さらに最近では社会保険と公的扶助の中間的存在として、児童手当などのこれを社会手当と言っていますが、第3の所得保障制度、または第5の社会保障制度として位置づけられているということです。 なお社会保障制度の特徴とすれば社会保障の対象は全国民なんだとここなんですよね今の内閣が力を入れようとしているのは全国民になってないというところに問題があるわけですわやっぱり支えて側からするとちょっとね年金等の保険料負担がしんどいとじゃあそれをえなんと 抑えたいということになればこんな年金もらってる人は声を大にして年金を減らすなんてとんでもないということで大騒ぎになってくるとじゃあそっちを維持しようとすると子育て世代とかに回すお金がないとかね保育所とかそういったところを整備するお金が回っていかないだとかそういうことが起こってきてますね。で社会保障は国国家家のの責責任任においてて実施されれる制度だとあります国家の責任ですでよねしたがってこれが 形として現れてくるのが何かというと各社会保険法における国庫負担というやつですよね金銭での表現方法ですよね国の責任において基本的な部分は、ね、財政は国が見るということですわね3番社会保障の目的は国民の生活保障を図ることであるということで、えー、何度も言っているようにこの保障というのは守るということです国民生活を守るということなんだということなんですね。えー、したがって、えー、こちらの 4ページにある中あのことを総括してもお分かりかとは思うんですあの気付いていただけるんじゃないかと思うんですがこの社会保障制度の一番基本というのが社会保険制度なんですがその目的条文の中で生活保障とかいうようなね言葉がたびたび出てくることと福祉の向上だとかねいうような言葉がたびたび出てくるのはここから来てますよということです。ですからあの 福祉の向上といった場合社会保険編ではほぼ福祉の向上というのは目的条文とか入ってくるのはこの昭和25年の社会保障制度の勧告ですねこういったところがベースにあるよともちろん憲法ということにもなりますけどねえそして次のページご存知の通り我が国では昭和36年に。